田中のぞみさんをちょっと見したら一瞬ハーフなの？と思ってしまうのはあなただけではありません。偏見は日本人の悪い癖、いいじゃないの見た目が。ちょっと日本人離れしていてもとは言っても。気になるというあなたに田中のぞみさんのご両親を調査してみました。皆さんご存知の通りです。スポーツ界には日本人の DNA だけでは超えられない世界の壁があると言います。一つの例で言えば、ツールドフランスなどで身近になった自転車競技などは極端な例です。日本人向きなスポーツではないと言われ続けてもう何十年か経ちます。自転車のクランクを回すためには大きな筋肉が必要なのです。日本人の大腿骨周りの筋肉や背中の筋肉周りがヨーロッパの選手と比べると筋肉が小さいというのです。大きくするためには何世代かが過ぎて外国人の血を入れないとアスリートとしては勝てないのだとか。日本人の身長もさることながらパーツ的にも筋肉を大きくする必要があるというのです。スポーツ医学的にも筋肉の量でアスリートの将来を見ることができるのだとか。日本という国が位置する関係でどうしても単一国家的なところがあり、人種の交流が少ない面があり、日本人という枠にこだわる傾向が多々あるように思われます。何を基準にハーフという言葉ができたのか不思議ですけど、ヨーロッパの感覚からすれば理解できないハーフという言葉でしょうね。関わっている人たちはといえば、意外とヨーロッパ系の人種に憧れを持っているのも事実です。よくあることですが、日本の首相が国際会議で写真撮影するときにある程度の身長はあった方がいいと思いますよね。将来的にはハーフの首相が出現する時代が来るでしょうね。そうすれば世界が平和に一歩近づくような気がします。田中希実選手の父親は田中健一さんです。田中希実選手の父親は陸上経験者。自身の記録は1993年の開催された福岡国際マラソンで2時間23分02秒です。実業団川崎重工で中距離ランナーとして活躍されていました。そんな経験を生かして兵庫県小野市にアスレックという会社の代表です。ランニングイベントの企画やランニング教室などをする会社といったところ、見ればわかります。日本人ですね。田中希実選手の母親は田中千尋さんです。母親も父親同様マラソンで記録を残しています。北海道マラソンで2回も優勝するランナーです。現在はご主人の経営する会社のスタッフとしてお手伝いしています。またある時は市民ランナーとして大勢の仲間と走りを楽しんでいるのだとか。陸上競技は日本人が得意とする競技ではありませんでした。ところが多くのハーフ選手が注目されるようになり、記録的にも大幅に伸びています。 3000m の田中希実選手も一見ハーフかと思いましたが、ハーフではありませんでした。父親も母親も大きなマラソン大会で記録を残す偉大な選手だったのです。陸上女子で21年東京五輪の 1500m で8位入賞した田中希実が3日都内で記者会見を行い、スポーツ用品メーカーのニューバランスと新たに所属契約を結びプロ転向することを発表した。ニューバランスは1月末に野球の大谷翔平投手と長期契約を結んだと発表したばかり。大谷について田中は、彼の取り組む姿勢は本当にいろんな人に刺激を与えているし、私自身もアスリートの形として理想だなと常々思っていた。アスリートとしてとても尊敬している選手ですと目を輝かせた。世界と戦う大谷の姿に、そういった選手像を私自身も目指していきたいと田中。やっぱり世界のトップで戦いたいのが一番の目標。
と掲げるだけに刺激も人一倍だった。田中は3月31日をもって全所属だったトヨタ自動織機を退社。ハングリー精神が最近はちょっと弱まってきている感じがしていたと決断していた。会見で田中は現在の心境を明かした。今年1月末にニューバランスと契約を交わした。大リーグのエンゼルス大谷翔平に話題が及ぶと尊敬の念を口にした。大谷選手の取り組む姿勢というのは本当にいろんな人に刺激を与えている。私自身もアスリートの形として理想だなと常々思ってきました。そういった選手像を目指していきたいです。投手と打者の二刀流として世界で活躍する大谷をアスリートとしてとても尊敬している選手と実感を込めた。田中も昨年7月の世界選手権で女子800、1500、5000メートルの3種目に出場。前例にとらわれないスタイルを貫き、世界のトップになるための努力を重ねている。プロ転向には子供たちに可能性を示したい思いもある。あんな風になりたい、もっと早くなりたいという漠然とした、でも強い思いや気持ちを持っていることが自然とこういった形につながる。そのスタイルを見せる一助になればとても幸せだなと思っています。誰かの憧れになれるように願いを胸に修練に励む。会見ではハングリー精神が最近は弱まっている感じがしていて、自分がこうしたいんだという思いがないとやっていけない。今までは自分の潜在能力を信じられていたし、それに対して支えてもらえる環境があったことで相乗効果があったとは思うんですけど、今後はもっと世界のトップでとなれば、もともと持っている潜在能力以上の力が必要になる。そこには強い思いと確かな取り組みが必要になってくる。そこに対してのプロ意識が輪切りになってくると感じたので、今回のような決断をしましたと説明した。ニューバランスは米国のボストンにもチームを構えており、田中も今年2月に一緒に練習やレースに参加した。ニューバランスへの所属を決めた理由は決定的なことがあったわけではないと強調しながらも、積み重なってきた自分自身へのフラストレーションが爆発したみたいな部分が大きいのかなと思います。それで2月にボストンチームの方と練習したりして、そこで結果が出た部分もあったり、そこでよりニューバランスっていいなっていう思いが強くなったと胸中を打ち明けた。田中は24年パリ五輪の有力者で、今季は8月の世界選手権出場を見据えている。今後へ向け世界のトップで戦いたいというのが一番の目標。その目標に向かって努力する中、いろいろな方へより影響を与えていきたいですし、陸上界だけでなく社会全体であったり、よりたくさんの方の目に留まるような選手になっていきたいと決意を新たにした。兵庫西脇高校出身の田中は同志社大に進学後、2019年からトヨタ自動織機のサポートを受けていた。大学の陸上部ではなく、トヨタ自動織機 TC に所属。大学卒業後の22年春に同社に入社した。11月には全日本実業団対抗女子駅伝にも出場し、社会人ランナーとしての新たな一歩を踏み出していた。トラック種目で日本記録を次々と塗り替え、トップ選手との差も痛感していた。世界のトップでとなったら、もともと持っている力以上のものが必要になる。実業団選手であれば会社から手厚いサポートを受けることはできるが、より強い気持ちを持ってプロランナーとして活動していくことを自らに課した。2月から3月にかけて世界のインドアレースを転戦。そこではいい走りができていたと振り返るが、4月8日の選抜中、長距離大会の1500メートルでは、同学年で西脇高校からトヨタ自動織機までチームメイトだった。
後藤夢に敗れ、4分20秒11の平凡なタイムで2位に終わった。環境の変化によるストレスもあり、今後を考えすぎて、イップスではないけど、練習はできていても、レースでの走り方がわからなくなってしまっていた。これまであまり経験したことのない感覚だった。中学時代から体調が万全ではなくても、レースになると本能的に走れていた、と振り返る。調子の波が少ないランナーではあるが、なぜ少ないのかを考えることはなかった。不意に訪れたスランプは自らを見つめ直すきっかけにもなった。4月23日には神戸市のユニバー記念競技場で開催された兵庫リレーカーニバルの1500メートルに出場し、4分9秒79で優勝した。2週間前に敗れた後藤にも雪辱した。兵庫リレーカーニバルは田中にとって地元の大会で、ずっとユニバーで走って失敗したことはなかったので、ちょっと安心感もあった、と話す。得意のスパートのキレを取り戻す走りを見せ、なぜ走れたかはわからないけど、いつも以上に勝ちたいという強い気持ちを持っていたと思う。